キリバイ学株式会社は、かつて、大阪市淀川区振興港に本社を置き、主に使い捨て回路などの家庭用日用品を製造販売していた会社である。社名のキリは、同社のかつての主力製品が霧の灰を利用した、関連性回路灰だったことに由来する。なお、同社の創業地は、広島市である。使い捨て回路における、国内有数の大手であり、 とりわけ西日本では随一のブランド力を持つ。その他、保冷剤、虫よけ、フットケア製品なども販売していた。2001年に医薬品、衛生雑貨のトップメーカーとして知られる小林製薬が株式を取得したことで、同社の100%個会社となった。2010年代に入ると、親会社の小林製薬が発売していた一部の日用雑貨品を譲り受け、 自社の製品として発売していた。衣服貼り付け型の使い捨て回路のブランド名となって、いる、貼るという単純かつインパクトのあるネーミングと、桂さえが演じるユニークな CM でも知られる。2020年7月1日に商品開発の加速や販売の強化、効率化を目的に小林製薬へ吸収合併され解散となった。社員は、 小林製薬に転籍している。発売されていた製品は小林製薬がキリバイブランド製品として販売並びにサポートを引き継いだ。以下の製品は2020年7月に小林製薬へ移管され、キリバイブランドを冠して販売されている。ありがとうございます。